皆さんこんにちは、あずきニットです。今回は浜中さんのアミリーっていう糸を使いまして、モチーフを編みながらお帽子を完成してみたいと思います。はい、どうぞ最後までご覧になってくださいね。それではですね、最初はカラーナンバー29番、こちらのお色からスタートしたいと思います。はい、中から糸を出します。はい、そうしましてかぎ針の方はですね、6号針を使っていこうと思います。ハサミととじ針とダンスマーカーを使っていこうと思います。ではスタートします。こうしたらぐるっとして一回こうして、次から数えて1、2、3、4、5、6ってしたら、こちらの右側だけにこう入れてぐるっとしてここから引き出します。はさみって編んでいくんですけど、まず最初ここから鎖を3目編みます。3目編みましたら、足元のここの穴の中に長編みを3つ入れます。この時にこの後ろのこの、糸も一緒にこう乗せる感じで、このように長編みを編みます。1回、2回、3回。はい、3回編んだら鎖を3目編みます。1、2、3。はい、またここ同じところにこの糸をこう、なんて言うんでしょう、くるむような感じで巻き込むような感じで一緒に1、2、3、4目。はい、4目の、長編みを編みました。そしたらまた鎖を3目します。はい、そしてまた長編みを4回編みます。1回、2回、3回、4回。はい、4回編みましたらまた3目編みまして、そしてまた同じように4回ここに編んでいきます。1回、2回、3回、4回。はい、こんな感じで編みました。そうしましたらまた鎖を3回編んで、この後引き抜くときにこちらの糸に変えますので、ここはちょっと1回糸を切っておきますね。はい、こちらの下から3目目のこの部分に針を入れます。そうしまして、この糸をこちらからかけまして、そしてこちらの糸に色替えしたいと思います。このまんまかけといた状態にして、そして新しい糸を引き出します。はい、引き出したら3目立ち上がります。はい、立ち上がりましたら長編みの頭に針を入れて長編みを編みます。で、また長編みの頭に針を入れて長編みを編みます。はい、長編みを編んできます。はい、この後はですね、2目鎖目を編みまして、
ここの中に長編み3目の玉編み目です。1回、2回、3回編んで一気に引き出します。はい、はい、長編み4目の後は鎖を2目して、それから長編み3目の玉編み目を編みました。はい、この後は鎖を4目編みます。1、2、3、4目。はい、はい、4目編みましたら同じところに玉編みです。未完成の長編みを3本編みまして、そして一気に引き出します。はい、長編み3目の玉編み目の後は鎖を4目編みました。そしてまた長編み3目の玉編み目を編みました。その後は鎖を2目編みます。はい、そして長編みを編んでいきます。長編みは下の長編みの1本につき1本ずつ長編みを編むことにしました。はい、この後は鎖をまた2目しまして、そして長編み3目の玉編み目を編んでいきます。はい、ここと同じやり方ですので、この後は鎖を4目編んで玉編み、そしてその後は鎖2目です。はい、最後は鎖を2目しましたら色を変えます。かけて色を変えます。一回切りますね。ここからは色番が49番のこちらの色を使ってみたいと思います。ここをかけといてから引き出します。そして同じところにまず長編みを1本編みますね。はい、それから隣に
長編みを編みます。この長編みの頭のこちらになります。こちらに長編みを編みます。はい、1本ずつ編みまして、最後の長編みのところは2本にしたいと思います。ここは2本です。はい、下の長編み4本に対して上を6本にしています。端っこで1本ずつ増やして編んでます。このまんまこの何もないとここですね、ここに向かって長編みを4本編むことにします。かけて入れます。1本目、2本目、3本目、4本目。4本編みましたら鎖を3目編みます。はい、そしてまた4本編みます。1本目、2本目、3本目、はい、4本編みました。4本編みましたら鎖とかなしでまっすぐこちらのところに長編みを2本編みます。ここです。1本編んだらここに編みます。はい、そうしまして隣に1本ずつ編んでいきます。で、最後ここのところに2本長編みを編みます。はい、この後も直接ここに長編みを編みたいと思います。1本目、2本目、3本目、4本編んだら鎖を3つ編みます。はい、また4本の長編みを編んでいきます。1本。はい、こんな模様を考えてきました。はい、続けたいと思います。直接こちらに長編みを編みます。はい、端っこのところだけはこの、下の段の4目の左右で2本ずつ長編みを編むことにしてます。2本編みましたので隣は1本です。で、この隣も1本です。はい、で、その隣ここが2本にしました。はい、ここが終わったら直接こちらに長編みを4本編みます。1本目、2本目、3本目、4本目。4本編んだら鎖を3目です。1、2、3。1、2、3、4本。ここは2本にしました。はい、そして鎖とか編まないで直接ここに編むことにしました。ここに、ここに4本長編みを編んでいきます。
はい、両方編み終わったら鎖を3目です。はい、そしてまた4本編みます。はい、糸を切ってこのまま糸を抜いてですね、つながっているようにね、見せたいので、ここのこの部分にですね針を入れて、そして出てきたここに戻すように針を入れます。はい、こうするとつながっているようになります。はい、始末は、こんな風に表から見えないところに入れて糸切ります。見ましたら糸切る感じです。はい、こんな感じで残りのこちらも糸始末をしていこうと思います。はい、こんなモチーフを考えてみました。はい、1枚がですね、だいたい8センチぐらいになります。それではですね、このようにしてね、つなげていこうと思いますので、角のこちらの角、最後3目編んだと思うんですけど、鎖3目の真ん中のこの鎖目、ここの鎖目の1本、こちら1本に針を通します。ここです。ここに針を通します。これが角なんですけど、ここに向かってこのように2本をこう拾います。はい、2本を拾ったら、さっき出てきたこの角に、角のところ、ここにこのように2本拾います。はい、全目の巻き飾りになります。はい、こういう風に引っ張ってきます。はい、そうしまして一目一目かかっていきます。今取ったのが鎖目ここなので、隣のところはここになります。こう取ったら、この隣のこちら、ここに入れます。今は前目の巻きかがりをやってます。表を見ながら作業してます。2本ずつ取る感じです。ここに、葉っぱみたいな形してるの見えますか。ここに針を入れてるんです。こう2本、2本だけ。そしたらこっちも葉っぱみたいになってる、この2本のここに針を入れてるんです。これです。見えますかね。ここに通してこうやってつなげていきますよ。こう引っ張って、はい、はい、こんな感じで一目ずつ拾っていきます。こんな風にしてこっちもつなげていきますので、ここはこちらの角まで行ったら一旦カットしたいと思います。
こんな風につながりました。はい、こんな風につながりました。大体頭の大きさと同じくらいになります。それでですね、このモチーフなんですけれど、モチーフの部分を、100円ショップの糸でちょっと編んでみました。そうしましたらですね、こちらの100円ショップのアクリルヤン、こちらの糸ですと、標準使用針が6号となっておりまして、ゲージの方もちょっと似たような感じでしたので、ちょっとこちらの方でどうかなと思って編んでみましたら、なんとですね、同じ大きさに仕上がりました、はい、ほぼ同じ大きさに仕上がりましたので、もしね、アクリルの糸の方がいいわって思っている方がいらっしゃいましたら、こちらの100円ショップでも同じ大きさにモチーフが出来上がりますので、もしよかったらこちらでもチャレンジしてみてください。はい、それではですね、今度はトップの方を編んでみたいと思います。この方なんですけれども、トップの方とつばの方、上の部分ね、それとつばの方、はい、クラウンとブリムとかって言うんですけれども、そちらの方はですね、こちらのアミリーさんの、私はアミリーさんのこの40番を使って編んでみることにしました。皆さんはね、お好きな糸で、色でお楽しみくださいね。はい、それでは今度は、頭の方のこちらの部分についてのご紹介をさせていただきます。はい、それではですね、作り目の方を編んでいきたいと思います。私はですね、モチーフは6号で編んだんですけど、この上の方はですね、頭のトップの方は5号針を使うことにしました。はい、それではですね、輪の作り目をします。ここに3本かかるように、人差し指にこのようにくるくるくる、はい、と巻きましたら、ここから針を入れて糸を出します。はい、そしてこのようにします。で、指先をこちらに向けるようにしながらこう抜きます。はい、そうしまして、次から1、2目、はい、このように立ち上がります。2目立ち上がりました。そうしましたらですね、このまんま中長編みを編んでいきたいんですけれども、まあ、編みくるい模様にしたければこのようにして、糸をかけて入れて引っ張ってストップ。はい、そして全部引き出します。はい、このようにすると、中長編み1本と鎖編みが2目で、2本の中長編みができたと同じことになります。で、ちょっと編み始めの、目がどの目かわからなくなるといけませんので、ちょっとここで、印を入れたいと思います。はい、そうしましたら、このあとまたちょっとこの後ろの糸ね、編みくるむようにしたいと思います。かけて入れて引っ張ってストップし、かけて全部取ります。はい、かけて入れて引っ張ってストップし、かけて全部取ります。はい、この繰り返しで編んでいきます。はい、ここから 1,2,3,4目編みました。この輪の作り目のところはですね、中長編みを9本にしたいと思います。この最初の鎖の目のところも1本として数えたいですので、 1,2,3,4本、これ今回でこれ4本編んだことになります。では残りの5本を編んでいこうと思います。できました。編み上がりましたら、裏に返して絞っていきます。このように針を入れて、はい、入れましたら外しますね。
このように針を入れて引き抜きます。はい、では2段目いきます。2段目は鎖を2目編み、そして足元のところに中長編みを編みます。はい、はい、隣の目に針を入れたいんで、またここもね、編み出しのところが分かりやすいように、2目立ち上がってますので、ここのところに編み始めのところに印を入れておきます。続きいきますね。はい、隣に中長編みを編みます。はい、また同じところに中長編みを編みます。こんな感じで1目につき2目ずつを中長編みを編んでいこうと思います。全部で18目 の中長編みがあることになります。ここ鎖目なんですけどね、鎖2目も鎖2目を中長編み1本目とカウントすると、全部で、今は18目の中長編みを編んだことになります。で、こう18目が出来上がりましたら、この印のところに針を入れて引き抜きます。次がですね、今まで中長編みだったんですけど、今度は長編みを編んでいきますので、3目立ち上がります。 1,2,3 目立ち上がります。印をつけておきます。左側が1本、右側が2本になるように印を入れてます。はい、足元に長編みを編みます。かけて入れて長編みです。2ループずつ引きます。隣も長編みを2本編みます。かけて入れて、はい、長編みです。先ほどまでね、中長編みでしたので、間違いないように言ってくださいね。長編みです。長編みを2本ずつ編んでいきます。こんな感じで丸く編んできました。はい、今ですね、全部で36目入ってると思います。はい、不安な方は数えてみてください。はい、36目確認しましたら、こちらの方に引き抜きます。はい、こんな風に引き抜きますね。はい、それでは4段目いきます。3目立ち上がります。4段目はですね、すぐ隣に長編みを編みます。隣の長編みの頭に、ここですね、ここに、ここに長編みを2本入れます。こちらの長編み1本とカウントしますので、 1,2,1,2,1,2 って編むことになります。はい、ですの次、隣は1目になります。1目を編みます。1目を編んだら、隣は2目です。2本編みます。はい、
同じところに2本編みましたら隣は1目です、1本です。これの繰り返しで編んできます。4本編みました。1,1,2 っていう風に繰り返していきますよ。1本、1本、2本です。はい、これは1本です。そしてまた1本です。で次は2本です。はい、1,1,2って繰り返して編みますよ。はい、1,2,3,4,5 段目、5段目は全部で72目編んでます。はい、72目が確認できましたらまたいつものように引き抜いて立ち上がり3目です。2本入れます。この場所に2本入れます。6段目を編んでます。はい、6段目を編んでますよ。はい、今1本編んだ後2本編みました。その後は1目ずつを3本編んでいきたいと思います。1目ずつ、この後は1目ずつを3本編んでいきます。いつも今までのパターンだったらね、ここ1本編んでから2本、2本編んでから2本ってなってるので、ここは3本編んでから2本みたいな感じするかと思うんですけど、いつも同じ場所で増やしていくとそこの場所が尖っていきますので、今回ちょっとずらしますね。なので今ちょっと立ち上がり1目編んだ後は2本次に入れてます。はい、この後は1目ずつを3回編んでいきます。1目ずつです。1本目、2本目、3本、はい、3本、1目ずつを3本編みましたらその隣は2本編んでいきます。終わりましたらまた1目ずつを3目編んで、1目ずつを3目、1回目、2回目、3回目、編んでから2本編みます。2本、はい、この段はこの繰り返しで編んでいきます。出だしがちょっと今までと違いますので、ここに1本入ってから2本入ってますので、最後は長編みが2本、1本ずつが2本のとこで終わる予定になってます。はい、はい、6段目まで編んできました。現在のところ全部で90目あります。1段目はですね、中長編みで、9目作り目をしました。そうしまして、2段目は、倍の18目、中長編みで18目となりました。で3段目からは長編みにしてます。長編みで、18×2 の36目になってます。そして4段目は、54目になります。そうしまして5段目、5段目でも18目増えまして72目になってます。そして6段目でまた18目が増えまして、全部で今ですね90目になったところになります。それでは7段目に行きたいと思います。はい、立ち上がりを3目編みます。はい、3目編みましたら、今回はですね、1目ずつを4回長編みを編みます。1
1本ずつ編みます。1本目、2本目、3本目、4本目。はい、最初の鎖の3目目のところに印を入れた方がいい方は入れとくといいと思います。1本とカウントしますと1,2,3,4 目、4つ1目ずつを4回編んできました。そうしましたら隣に長編みを2本、隣に長編みを2本入れていきます。はい、7段目はこの繰り返しにしようと思います。4回1目ずつを4回編んだら2目です。はい、7段目編んできました。全部で108目あります。はい、それでは続きをいきますね。8段目に行きます。まず立ち上がり3目編みます。はい、そして印入れますね。1目ずつを5回編んでから次のとこに2本編むっていうのを繰り返していきたいと思います。1,2,3,4,5。はい、5回編んだので隣に2目編みます。この段はこんな感じでぐるっといきます。最後の方は、ここ1目ずつを2目しか編んでないので1目ずつが 3回編んだところでここの次で引き抜きという風になる予定です。はい、では編んでいきますね。はい、8段目編んできました。8段目までで全目で126目あります。はい、ここまで来ましたら増し目の方はしばらくしません。はい、それでこのままの目数で少し編みたいと思います。ですけれどもここでですね、針を6号の針に戻したいと思います。6号の針に変えたいと思います。はい、ここからは6号の針で前の段と同じ目数を編んでいってみてください。では3目立ち上がります。はい、そして前の段と同じ目数を編んでいきます。1目ずつ編んでいきます。はい、10段編んできました。はい、このような形になってます。はい、9段目と10段目は増し目をしませんでした。ただ号数だけを1つ上げて6号針でぐるっと1目ずつ編んできました。はい、そうしまして今現在ですね、8段目からずっとなんですけれど8、9、10段は126目がります。はい、そうしましたらここで一旦こう円を作るのが終了してこちらのモチーフとつなげていきたいと思います。つなげ方はとじ針でつなげます。こちらね、横サイドをつなげるときは前目の巻きかがりをしましたけれども前目の巻きかがりよりは半目の巻きかがりの方が美しく見えますので、もしね、半目の巻きかがりがお得意な方はこちらもね、半目の巻きかがりにしてもいいのかもしれませんけれども、今回は、こちらを前目の巻きかがりとし、今からつなげる方を半目の巻きかがりで、つけようかなと思ってます。はい、それではですね、半目の巻きかがりで、つなげるつなげ方をご紹介いたします。はい。ではですね、まだこれ最後のところを引き抜きしてないところなんですけれど、ここのね、ところで、この長さの
3倍くらい、ちょっと余分に見てもらって3倍半ぐらいやるといいかなと思います。はい、そこでちょっとハサミ入れますね。いっぺんにやるのが嫌な方は短く行って途中から糸足してもいいのかもしれませんけれども、はい。でこんな感じで切りましたらとじ針に通しますね。もうね、見なくても分かってしまう方は飛ばしてくださいね。この目のちょっともうちょっと寄ります。はい、ですね、よいしょ、ですね、この目が最後の最初の目の隣の目ですね。最初の目っていうのはこの目の隣のこの部分が最初の目なんですよ。そこにこのように横から針を入れて下にこう1本出る感じの、ここで横からこう針入れますね。はい、そうしましたらこのまま通していって、そして出てきたところをここに戻します。はい、ここに。そうすると鎖がつながっているように見えて美しいかなと思います。はい、こんな感じで鎖がつながっているように見えました。で、この状態からですね、こちらのモチーフとつなげていきたいと思います。分かりづらかったら2本ずつにして全目でも大丈夫なんですけど、ここ半分だけこう拾いますね。拾ったら今来たところに戻ります。はい、そしてこの隣、こちらも、前回ここつなげるときはこうやって拾ったんで全目の巻きかがりだったんですけど、今回半目の方もちょっとご紹介したかったので、この1本ずつ、こっちも1本、こっちも1本、はい、こちらが半目の巻きかがりになりますので、もしよかったら使いこなせるとよろしいかなと思います。はい、半目の巻きかがり中です。片っぽ1本ずつを拾ってくっつけていきます。はい、こんな風につなげてみました。拾い目は5号針を使いましたよ。はい、はい、そうしましたらですね、この長編みの隣のこちらの鎖目、ここをですね、筋編みにしたいと思います。ここから糸つけます。ここに針を入れます。1本だけ入れます。はい、そして糸出して、鎖目を1目編んで、ここに細編みを編みます。はい、そうしましたらここから1目ずつ編んでいきます。で、2目目。3目。4目。5目、6目、7目、8目、9目、10目、11目、12目、13目、14目、15目、16目、はい、16目取りましたら、この長編みの1個前、こちらまで飛んで、また1から数えて筋編みをして拾っていってください。いっぺん16目ずつ拾うことにしました。はい、こんな感じで平均的に16目を拾っていってください。はい、16目ずつ拾ってきました。そうしましたら引き抜きます。はい、そして立ち上がりを3目編みまして、
1本ずつ長編みを編むことにしました。はい、こんな風に長編みを編んでいこうと思います。一回り長編みで編んできました。全部で112目あります。はい、ではこちらの方、下から3目目のところに引き抜いていきます。はい、まず3目立ち上がります。はい、そして隣の目に長編みを編みます。はい、1目目がここになります。はい、1目2目編みました。で、3目目1目編み、2目編み、3目目編みました。そして、4目目の時に2本編みたいと思います。はい、2本編みました。はい、またですね、1、2、3と普通に編んで1目2目3目1目ずつ3回編みましたら、次のところで増やし目をしていこうと思います。はい、こんな風にですね、フリームの方は、増やし目をしていこうと思います。もう一度しますね。1回目、2回目、そして3回普通の長編みを1本ずつ編みましたら、4回目の時に2本編むという感じで増し目をしていこうと思います。はい、このような感じでプリムの方を広げていこうと思います。はい、3回編んだら次の目で広げるっていう増し目の仕方をしてみました。1目ずつを3回編みましたので、隣には2目の長編みを入れます。で、このような形で増し目をしてきましたら、次の段はそのまま増減なしで編みたいと思います。まず、こちらの印つけた部分に引き抜きまして、立ち上がり目を編み、はい、前の段と同じ目数を編んでいこうと思います。はい、この段は全部で140目になります。はい、そうしましたら次の段いきますね。次の段も増し目をしようと思います。はい、1、2、3目はい、3目立ち上がったら、はい、印をつけておこうと思います。2本目、3本目、10目編みましたら、次のところで2目編むという風にして増し目をしていこうと思います。で、9本編んだら2目編みます。モチーフの方から、細編みで拾い目をしたところを1段目と考えますと、今は5段目になります。はい、5段目は154目になってます。はい、そうしましたら次行きたいと思います。まずここで引き抜きしますね。はい、で現在ですね、糸の方がまだこちらのアメリーの、40番の糸なんですけど、こちらの糸はまだ1玉しか使ってないんですけど、もうちょっとしたら切れそうな状態にありますので、このあと縁編みで切る分ぐらいは残ってますので、もしね、つば短くていいわっていう方はここでバックコマアップかなんかして終わってもいいんじゃないかなと思います。
私ちょっともうちょっとつば長くしたいのでもう少し編みますね。それでは、引き抜きましたから、この後は立ち上がりを編んで、この次の、1、2、3、4、5、6段目はですね、増減目なしでこのまま前の段と同じ目数を編んでいきたいと思います。はい、この段はですね7段目ですね。1、2、3、4、5、6、7段目になります。7段目は増し目があります。こちらを1目としまして、次こちら2目目編みますね。で、このまま3目、4目と編んでいき、2目、13目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13目編みましたら2目、1目を増すっていう感じで2目を編むことにしました。はい、この7段目は13目を普通に編みましたら2目を編むというふうに増し目をしていきます。はい、出来上がりました。最後の段はですね、165目になってました。はい、そうしまして終わりましたら、すぐにですね、鎖一目とバック細編みで仕上げました。で、その仕上げ方については、あずきニットのチャンネル登録していただいて、あずきニットの、タートルつけえりっていう、後編のご紹介の中で最後の方でですねバックコマ編みと鎖一目のご紹介しておりますので、そちらの方を確認して編んでみてください。はい、ね、ちょうどいい感じにかぶってお買い物とかねいけるんじゃないかなと思ってます。ぜひね楽しんで編んでくださったら幸いと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価の方をよろしくお願いします。はい、また見てね。あずきニットでした。